では500年の歴史変名所をたっぷりとお楽しみください。京子さんです。
年一年幸せになりますように、お金持ちになりますようにという気持ちを込めて、今皆さんへおまじない、京さんからのプレゼントだということです。きっと今年皆さんいいことがありますよ。来たのことがいますか。手を挙げてください。ありがとうございました。じゃあ本当に嬉しかったです。じゃあちょっと一つ教えてますね。来月に京都、来月3月の30日に、京都の芸術センターで変面と日本の伝統芸能狂言と一緒合わせて新しいの
何か出ます。皆さんがチャンスがあればぜひ、時間があればぜひよろしくお願いします。ついにね、中国の変面と日本の狂言がコラボした舞台ステージが3月30日でしたっけ、はい、京都で行われるということで、関西方面のお客様もしいらっしゃったらぜひね、機会があったら見に行かれてみてくださいね。さあ、京さんは何歳からの変面技やってるんでしたっけ、勉強してるんでしたっけ。9歳から勉強します。9歳から勉強してらっしゃって、国家一級俳優としてももう若い頃に認められたとても優秀な方でいらっしゃいます。はい、今日は面は何枚変わりました。全部は10枚ですよ。中国は十全十美。十全十美、はい、円満ということね。はい、十という数がいいんですよね。はい、ということで縁起がいい数、今日変わっていただきました。お客様から最後質問ある方いませんか。ない。あ、どうぞ。ねえ、どうしてすぐ変わったんでしょうね。ねえ、どうして変わったんですか。変面として中国では一級秘密となります。日本の歌舞伎と一緒です。一緒等の文化です。伝統文化です。だからこっちからは紹介できないのですいませんでした。ありがとうございます。 そこが変面の面白いところということで、ランタンフェスティバルね、後半と数日ありますけれども、またこの孔子廟の会場でステージがありますので、ぜひ皆さん遊びに来てくださいね。今日は京さんとちょっと有料にはなるんですけれども、この後写真撮影を、このね、衣装なんかもね、とても貴重なんだそうです。写真撮影とそれからサイン入りの扇子もあるんですね、販売がね。はい、今日の踊りの中に扇子のところに一つ失敗しました。今日はもう一回します。あ、今見せてくれる。寒いからね。はい、あ、このね、所作もかっこいいですね。これももう幼い頃から勉強してきている成果ということで、ありがとうございました。今一度今日